いろんなね、需給で変動がありまして、東屋市の需要が減ってしまいました。で、今創業してるのはたった7社です。その7社の中の一つですね。で、露天掘りって言いまして、こういう上から掘るような方法、こういう方法をやってる、需給があったところ、筋が入ってたの見られました。まずね、これチェーンソーって言うんですけど、これでもってこう筋つけるの、筋をつけて、30センチ、35センチぐらいまでガーッと、こういうね、壮大な景色がね、なんかめちゃんこうなんでいるんですよ。今ここで働いている方は知ってる、最先期は、最先期っていうか、あの自分のことはね、一番おいしい、自分のことはね、一日一人の、まあ、あの師匠を扱う人は医療機の大工さんと大工さんと医師とっていうんですね、医師の功績を伝えてそういう人が常にあるとかね、そういうことでもあの評価を受けてます。でもきちんと言うと、取り組みがある、医療機能があるんですね、医療とね、医療機能そうですよね、家庭菜園とかね、なんかもね、あの下駄箱の上に行くと、あの、その匂いを取るとか、どうですか、ご覧になっていただきたい。今までね、あの、レクロだけご案内してしまったんですけど、今まで案内してもらったんです、初めてね、で当社は整備したんですけど、まだごめんなさい、こんな調子で、十分ですよ、もう少しね、現場感があるよね。